はい、17番ホールパー4、293ヤードです。おー、ナイス、まっすぐ行ったね、はい、ナイスショなんかドライブすごい、全然右ってない、はい、どうしちゃったの、この効果ありますね、かなんかかなんかわかんない、肘の効果めちゃくちゃ絶大です、あんまりそれ以外意識してないです、してない、はい、あとしてます、してんか、はい、すごい、しかもこんなラウンド中に変わって変になってないそうそうそう、確かに普通ね、ラウンドですぐやろうとするとね、ちょっとはやっぱり何球か打って馴染ませないと、はい、ピンまで170ヤードございますので、5番のウッドでいきます。別名クリークですよしよし、もう覚えたかな、さすがにいや、いいとこ打ったわ、ナイス、素晴らしい狙ってってほしいところ、まっすぐ、いいよいいよ、ピンまで54ヤードなんで、うん、なんか3度、うん、で40ぐらいの手前に落としたいですね、オッケーです、オッケーです、グリーンの手前に落ちてコロコロコロ、フルで振っちゃうとちょっと大きいので、うん、かわいいな、これで頭上げないように、はい、そうださ忘れてたよ、もうそ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 う、そう、オッケー、そうやってこすってればいいね、うん、うまい、短い、ボール向きあります？グリーン周りのアプローチは、はい、落とし場所でいいんですけど、はい、なんかこういうちょっと距離ある場合は基本ダイレクトに落とすように意識してってあげていいかな、ちょっとちゃんと全部しっかり振ってる、うん、いやー、今度そういう時多いんですよね、短いと、うん、ナイス、これでちょうどいいんじゃない、あ、ちょっと大きいか、今ちょっと当たりが良かった、ちょっとトップしちゃったって感じ、はい、でもし3度でフルショットできなければ一番手上げて今と同じようにハーフショットみたいに打ってあげればいいかな、あ、ピッチング、ピッチング、アプローチウェッジってないんですか、アプローチないですね、あ、今度アプローチ探しに行きましょうか、あ、またね探しに行ってくれますか、いいですよ、そうだ、動画になってないですよね、そう、動画になってないの、なんかもともとメンズクラブ使ってて、そう、ね、だからやっぱどうしてもね、重いから一生懸命振ろうとしちゃう節があったから、デイジースクラブに変えたんよね、そうです、しかもそれを森先生が動画界で写真のためになんか見てくださったっていういつだっけね、いつかのそのラウンドレッスンの帰りよね、そうです、帰りによって、そうそうそう、全然動画に上がってないけどそうだね、動画回してけばよかったね、そうだね、そうそうそう、落とし場所見て、なんとか右に残っちゃったね、大事ね、右に残りました、傾斜がこうなってる時もやっぱこうあるべきなんですか、まあ多少は、多少は、そうじゃないと今みたいになりやすくなっちゃう、地形に平行になれと地軸ね、うん、そうです地軸に平行になれると地軸に、うん、距離が出にくいんでしたっけ、垂直、距離が出にくいっていうか、そのダフれにくくなる、要は下からこう入りやすいから、もともと見えちゃう、まあ、さあこのパターン入れてくださいな、多分それと絶対届かない、そう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 、うん、絶対カッパーオーバーさせてください、そうそうそう、うん、だからラインが読めてないだけで距離で言ったらまだ若干弱いぐらいだから、そうそうそう、それぐらい打っちゃっていいのよ、はい、さあ短いパットなんで、さっきの反省生かしてしっかりフォローを出して入れていきましょう、はい、短いパットこそフォローを出す、そう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 、
ナイスナイスイン OK です。ありがとうございます。はい、早いものでもう最後のホールになりました。18番パー4の313ヤードです。参ります。ドライバーであの山の裾狙いでいきます。山裾狙ってて右曲がってたら林入っちゃうけど大丈夫？うん、どっちかって言ったら黄色い旗狙っていっちゃって大丈夫かな。で結果山裾ですね、に行くかなって。で黄色い旗の子まっすぐ行ったとしてもあれが方向を示すもので、はい、うん、そう100、まあ、7、80飛んじゃうとちょっとあっちのカート道の方行っちゃうと思うけど、そんな出ないと思うから、はい、それで大丈夫かな。はい、参ります。はい、頭上がっちゃった。さあ行きましょう。気持ち切り替えて行きましょう。はい、ですね、今220ヤードぐらい残ってます。はい、距離を稼ぎたいって思う時こそ力みやすいで稼がなくて大丈夫です。稼がない。ちゃんと思った方向に打ててれば別に、稼ごうと思ったところとて結局稼げてもその10ヤード20ヤード変わるわけじゃないから、そんな土壇場で10ヤード20ヤード伸ばせるんだったら練習いらないもんね。そうです、ね、芯に当てたい。うん、そうそうそう、方向だけ。はい、承知しました。うん、頭ちょっとこっち残っちゃってる。そう、え、これあれですか、傾斜だったから。傾斜もそう、ちょっと右足下がってるから右に体重が残りやすいっていうのはある。そう、こっちって言ってもダメか、カメラのこの外で。わかんないよね、みんなね、右に残っちゃって。右に残りやすい。そうそうそう、2つ、2打連続そんなんでしたね。でも後半になるとそれでもちょっと前が出やすいのがあってね。そうですね、疲れてくると、ね、たらけますね。でも最後っていうので、ね、なんかちょっとちょっと気抜けてない、大丈夫。そうかも。だいぶあるかもしれないです。結構気持ちがもうお家に向かってるかもしれない。早い早い。気を引き締めます。こちらバンカーの前まで出ちゃって大丈夫です。はい、46でバンカーがちゃんとしっかり両サイにあるんで、グリーンの。はいはいはい。ユーティリティにします。はい。では手前にちょっと一旦刻むってことですね。はい。頭残す。右。止まっちゃってるか、必ず振り切って首の後ろにクラブつくまで振り切ろう。そう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 。そういうこと。オッケー、ナイス。と右に体重残りにくいから、内緒です。必ず振り切って。ピッチングで行きたいんですけれども、残り何ヤードですか？残り63ヤードです。63、オッケー、オッケー。3度では届かないので、パッチングで行きたいです。ちょっと頭上がっちゃったね。そうそうそう。ちょっと課題だね、やっぱ50ヤードぐらい、50ヤード前後。が、まあほぼうまく当たってない感じ。そうですね、他のショットと逆にグリーン周りはだいぶ安定してきてるから。そうですよ、ね、50前後をちょっと課題にしてもらえるといいかなって。50前後、うん、それこそさっきから頭上がっちゃってたりとか。そう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 。さあ、ゆうちゃん、若干の気持ちボールがちょっと埋まっちゃってる感じ、ね、ちゃんとここまたイグル、うん、ちゃんと砂を通る、取って、でもう振り切る。でこれはもうなんかグリーンに乗んなくても出ればっていう感じかな。あ、そう。そう、多く砂を取る分やっぱ距離は出にくくなるんで、ここで寄せようとしないこと。そう。やっぱ一番やりたくないのはホームランになってその向こうのバンカーに入る方が嫌なんで。ありますね。多く取ってここのグリーンの手前に止めちゃっても全然それは問題ない。そう。やりたくなります。乗せたくなります。気持ちはすごいわかる。手前に乗ってるイメージで砂を多く取って、ちょっと奥でちゃんと振り切る。うん。
番やりたくない一番やりたくないって言ったことを今日2回やってくれてるよね砂全然取れてなかったですね。ね、だから上げることに必死になっちゃうとやっぱヘッドが下に潜っていかないから、そう大ダフりしてもやっぱ絶対手前で止めとくべき状況ではあるかな。あさあ次ちゃんと布石を打たれるも打たれるほどそっち行きますね。多分、うん、でもおそらく本当に嫌だと思ってないから自分の欲が勝っちゃうの絶対。それって乗せたいって思って乗せたいとかちょっと寄せたいとかそこの手前でいいやってそのなんで手前でいいのかっていうところを多分まだそうなんだろうな体感しきってないというか、だからこういうミスして痛い思いして覚えるのがやっぱ一番早いかもしれない子供あ確かに手前の方がこれだったらよかったかもってそういう経験が、うん、そういうマネーでつながると思うから、そうまあ最初からね全部うまく生かそうとしてもしょうがないかなっていうのはあるかな。これはそうですね、そうですね。さあ入試バンカーに2回目でございます。はい、2打目かこれこそで、それちょっとクラブ短く握りすぎる、そうそう短く握ってもそんなもんね、あんまりシャフトの方まで握っちゃうとヘッドの重さ感じなくなっちゃって手打ちの原因になっちゃうから、そうこれこそちゃんと砂、そう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 、で振り切ったで、こういうホームランした後ってやっぱ奥行くのが怖くなっちゃってインパクトで止まりやすいから必ず振り切ることを忘れないように。はい、そうなんならホームランしてもいいから、同じさっきと同じぐらい、そう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 、いきます。止めないですよ、止めないですよ。うん、おいしい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 、もう一回もう一回。はい。いいよいいよ。うん、オッケー、ナイスアウト、これはうまい。ナイス、ナイスアウト、これは本当にうまい。振り切れした、そう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 。はい。まあこういう失敗こそがね。成長につながりますから、失敗したことを悔やまずに、仕事も失敗していろいろ覚えますからね。一緒一緒、まあ、仕事だけじゃなく何事もそっかお料理とかもそうよね、まあ、確かにそうですねいやでも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 ここで今もう3打ですもんね、それは痛い目に見ました。あー緩んだ、今のが緩んだ、わかりました、緩むってこうふわって減速しちゃったってしてます、してましたしてましたしてました。これあれだな、うん、ナイス、お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、ハーフラウンド終わりましてどうでした、ありがとうございました。残り最後の3ホールが多分あれかな、一番打ってた、そうですねだらけましたね、最終ホールがあれだったね、最終ホールはもう本当に気が抜けた感じで自分の悪いところが全部出ました出ました、そうですね、なんかこう、まあ、うまく昔よりはこ う, うまくいってる部分っていうのもなんかこう中にはあったのかなって思うのと、うんうん、落ち着いてた気はするかもしれない、確かに、うん、そうですね、ピシャピシャってなんかすごいとこ行ったりはしなくなってきたかなっていうのはあるかな、ドライバーも途中からすごいね当たるようになってきて、そうですね、あの肘を意識するっていうのでだいぶ、そう、あとは課題としては50ヤード前後、はいはい、やっぱりトップ、ね、トップが多いかな、ダフジョンちゃんと当たったの地面に届いてない、うんうん、多分まあ自分の中でこう調整しようとしてて、調整しようとするとこうちょっと緩んじゃうのかっていうのがあるから、まあフルショットとか本当逆に苦手だったグリーン周りとか結構落ち着いてきてるから、このまま練習続けてもらって、また特にフォーカス当ててもらいたいのがその50ヤード前後、50ヤード前後のちょっと練習量を増やしていただいて、はいはい、ちょっと今後も頑張っていただければなと思います。わかりました、ちょっと50ヤード、そうですね、なんかこうグリーンに乗るか乗らないかみたいなところで、うん、結構ボールの行く性が気になっちゃってもう頭上がっちゃうっていうのはなんとなくあの感じてます、なのでちょっとそこをちょっと課題に、はい、やっていきましょうか、お願いします、はい、ありがとうございます。次はどこで撮影の、次芝の上から打ってるやつかな、トンガかな、ですかね、芝の上から
じゃあちょうど50ヤード前後、ショートコース使って50ヤード前後のコースがあそこは結構あるから、それ使ってちょっと練習してもらえればなと思うので。わかりました。ちょっと次回も楽しみに。ありがとうございました。今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。またねー。